ユカタン半島衛星写真、チクシュルーブクレーター重力分布データによる隕石跡。なお、白天は、セノーテの分布を示す。チクシュルーブクレーターは、メキシコのユカタン半島北部にある、約6604万年前の小惑星、衝突跡。名称は、中心付近の地名に由来し、マヤ語で、悪魔の尻尾という意味がある。地磁気以上、重力以上、 および背のお手の分布によって確認される。これらはいずれも綺麗な円弧を描いており、この円の中心が衝突地点とされる。直径は約1 6 0キロメートル基地の地球上のクレーターでは3番目の規模であり、県勢大に形成されたことが確認されるものとしては最大級である。この衝突が 恐竜を含む大型爬虫類をはじめとする多くの生物が絶滅した白亜紀末の大量絶滅の最も有力な原因と考えられている。諸説あるが2010年にサイエンス誌に掲載された説では衝突した小惑星の大きさは直径10から 15km 衝突速度は約秒速 20km 衝突時のエネルギーは 広島型原子爆弾の約10億倍、衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定されている。1977年、ウォルター・アルバレスがイタリアにおいて、白亜期末約6550万年前の地層で、K ピコグラム協会を発見。K ピコグラム協会は、世界各地で、 その後発見されるが、この地層を境に恐竜をはじめとして発見される、化石の種類が激変することが分かった。また、K ピコグラム協会では多量のイリジウムが含まれ、小惑星の衝突によって、KT 層ができたという説が浮上した。この説が登場すると、衝突跡を探す研究者が増えた。アラン・ラッセル・ヒルデブランドが、ハイチの産地で、 KT 層に含まれ惑星衝突時の巨大津波で運ばれたと推定できる岩石を発見する。これらの岩石は特にカリブ沿岸に集中していた。ヒルデブランドと彼の共感のボイントンは研究成果を出版する。しかしカリブ海には肝心のクレーターを発見することはできなかった。この話に興味を持ったヒューストンクロニクルの記者カルロス・ビアーズは ヒルデブランドに連絡を取り、1978年にグレン・ペンフィールドがユカタン半島で発見したクレーターが KT 層を形成した時にできた小惑星の衝突跡ではないかという話をした。1978年当時、ペンフィールドはメキシコ国営石油で油田発見のため地磁気の調査を行っていた。ペンフィールドは磁気データが綺麗な弧を描いていることに気づいた。 そこで彼は床ン半島付近の重力分布データを地図に起こした。すると、畜種ルーブの村を中心として円を描いていることに気づく。このことを発表するが大きな関心事になることはなかった。ペンフィールドは諦めずにいた。彼は1951年から続いていた付近のメキシコ国営石油の採掘井戸の1300メートル付近から イリジウムを含むンガ岩が出ることを知っており、これがクレーター後の証拠と考えていた。しかし同様の岩石は火山活動でも作られることが知られており、小惑星衝突の証拠として長い間否定的に見られていた。ヒルデブランドはペンフィールドとコンタクトを取り、油田から出た岩石とヒルデブランドの発見した岩石と比較を行い、サンプルは ほぼ小惑星の衝突でできたものと推定された。恐竜、絶滅、1回の小惑星衝突が原因12カ国のチーム、米科学誌に発表。毎日新聞。オリジナルの2010年3月12日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20100312133208/httpmyinich.jpselect world news 2<ッ>0 1 0 3, 3 0 5 d d m 0 1 2 0 4 0 1 2 0 0 0 chtml2010 年3月11日閲覧 forwrtcontributions hasaran アールヒルデブラントメイドを通じオロジーインヒズキャリア、イノッツ。ありがとうございます。